Thank you.
ありがとうございます。心の世界という曲でした。眩しい。この曲はそうですね、17歳の時に、歌を作り始めまして、そして19歳でファーストアルバム「カミソリ乙女」を作ったんですけれど、17歳の時、今日お配りしたお手紙にもちょっと書かせていただいたんですが、浴室のリバーブがすごく好きで、家族がお風呂に入っていない時間を狙っては忍び込んで、そこでギターを弾いていました。そんな中で生まれた2曲あって、そのうちの1曲が今の心の世界という曲です。私には山田杏美さんというお師匠様がいて、その方の大好きな曲からコード進行をいくつかお借りしてもいいですかって言ったら、音楽は誰のものでもないから好きになさいって言っていただいて、この Oh,
音楽の素晴らしいところはたくさんありますが、思い出とか香りとか手触りとかそういうものを、覚えていてくれること、代わりにどんどん私たちは新しい暮らし、新しい時間、新しい空気の中で生きることを更新していくわけですが、そのポイントで作ってきた音楽は、そしてポイントで出会ってきた音楽は、その時の自分をよくよく覚えていてくれるものだと思います。だから安心して忘れてください、いろんなことを。この曲は初めて野外で歌うことが決まった時に、緑がたくさんあって遠くまで声が届いていることを思って書きました。
知られたら
していた。
君がいなくなって、僕は抜け殻になって泣いてばかりいたよ。宇宙は錆びついて、星たちも夢をなくして、うつむいてばかりさ。Make this Venus as much as it is Saturnus Uranus Neptunus Make this Venus as much as it is Saturnus Uranus Neptunus。 Thank you.
いろんなことがありましたが、新しい気持ちと一緒にレーベルを立ち上げました。エルミンと読みます。ハーとマインっていうくっついているような字にも見えますが、エルミンというのは、私の通っていた学校の校章でもありました。そこに描かれているエルミンはいつでもどんな時でも私たちのことを守ってくれる妖精だと教えられて、幼稚園から高校3年生までその校章をつけていました。エルミンの周りにはオベイサンス・エ・フュルテと書いてあって、それは従順と純潔という意味です。それが私にとっては歌なのかもしれないし、わからないけれど、わからないけれど、とても美しいと思える、その歌に向かってこれからも生きていきます。これからもどうぞよろしくお願いします。小さな丘には毎日まん丸の満月が浮かび上がってきます。どうして毎日毎日まん丸な満月なのかというと、その丘に呼ばれててっぺんまでたどり着いた生き物たちが小さな小さな光の粉になって欠けていく。Thank you.
ンサートができるように新しい曲を書いたり、楽しいことをしていきましょう。世界。